バルカン半島の音楽は他のヨーロッパ地域にはない共通した特徴を持っている。これは主に現在のバルカン半島の音楽はこの地域に存在した多くの民族の伝統音楽から始まり、オスマン帝国の支配のもとでそれらが相互に影響し合って誕生したためである。また、反地域的に興行したロマによってもたらされた影響も大きい。 この地域で多数を占めるセルビア、ブルガリアなどの南スラブ系の諸国の音楽は、キエフルーシアロシア共和国に代表される西スラブ系のものとは大きく異なっている。バルカン半島は世界でもローマ人口が極めて高い土地である。西暦1000年頃にバルカン半島に到達した移動型の民族である。ロマは地域を越えて移動しながら音楽やダンスの興行をした。 そのため彼らに各地の音楽に様々な影響がもたらされ、またロマも現地の音楽を吸収していった。そのため、この地域の音楽はロマの音楽と相互関係を持っている。ロマの有名なバンドにはタラフドゥ・ハイドクスやファンファーレ、チョカルリアなどがいる。マネーレはロマ音楽の影響を受けた現代の音楽である。ヘレニズム文化内のキリスト教文明が没効した際、 帝国時代を経ても、なお知識の概念や教育が、音楽も含め、キリスト教が国境化された時まで生き残った。ビサンティン帝国の伝統音楽は、コンスタンティノポリスに属する東方正教会の影響と関連づけられる。大規模な聖火形式の発達は、5世紀におけるコンタキオンの発達に始まり、6世紀の聖火社制、ロマンによって頂点に達した。 音説の型に当てはめられたイルモスは伝説歌集に収められている。伝説歌集には十世紀半ばに表されたが、この中には八丁にアレンジされた膨大な三種の型を含んでいる。中世のセルビア王国ネマニッチ朝時代には音楽家たちは宮廷で大きな役目を果たしていた。ステファン・ウロッシュ四世、ドゥシャン、ステファン・ラザルビッチ。 ジュラジ・ブランコビッチなどの支配者たちも音楽家の有力なパトロンとなっていた。ホルン、トランペット、リュート、打楽器、シンバル、チターなどの楽器が用いられた。同族の音楽にはガイダ、フルート、タンブリザ、グスレなどが用いられる。バルカン半島がオスマン帝国の支配下にあった時代には多くの楽器がバルカン地域にもたらされた。しかし、 これらのオスマン帝国の楽器は、そもそもが帝国支配下の土着の楽器が変化したものである。例として、ありがとうございます。